株式会社静岡朝日テレビは静岡県を放送対象地域としたテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。略称は里部。テレビ朝日系列フルネットの放送局である。1978年7月1日、弁護士の鈴木信夫を社長として静岡県内で3局目の民放テレビ局として開局。系列新聞は 朝日新聞と中日新聞。テレビ朝日をキー局とするアン系列に属する。旧社名は静岡県民放送で1993年10月1日に現社名に変更された。開局から1年間はアン系列と日本テレビ系列のクロスネット局だったが、静岡第一テレビ開局以降はアン系列に一本化。わずかながらテレビ、 東京系列局の番組も現在でも晩飯扱いで放送されている。コールサインは女子 DTV。リモコンキー ID は5である。本社所在地は静岡市青井区東町。財政民法では唯一静岡市青井区に本社、演奏所を置く。他局では静岡 FM 放送が浜松市中区のほかは静岡市駿河区に置いている。 2018年に開局40周年を迎えた。キャッチコピーはテレベンチャー。1980年に放送が開始された土曜、早朝の情報ワイド番組、おはよう静岡以来、地元密着の情報番組制作に力を入れている。この流れは2000年に放送を開始した夕方の情報ワイド番組、飛びっきり、静岡に引き継がれ、現在に至っている。近年では、 霜降り明星のアトミ投げや、隣のスターさんなどのバラエティ番組の制作にも力を入れており、2021年現在では、県内民放の中では、自社制作番組の比率が一番多い。エンジョイ DIY に、林真也が出演していたことから、爽やか、五郎など、アップフロント系列の芸人の起用が目立つ。企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。 出典、1978年3月31日、1992年3月31日、2003年3月31日、社名変更時から使われている、ロゴ現在はニュースサイトなどで使用さトブの文字はこの上に表記。1966年以降、朝日新聞社は全国朝日系、テレビネットワークを構築すべく、全国各地に、 UHF 新局の開局申請を行い、その結果と系列と相乗りとなる形ながらも、一応全国に朝日系のテレビ局が開局した。しかしながら1970年前後の大量開局時でも静岡県では朝日系のテレビ局を開局できず、取り残された者同士の朝日新聞社、テレビ朝日陣営と読売新聞社、 日本テレビ陣営が1975年以降の新曲解説申請に動くこととなった。朝日は中日新聞社や浜松財界などを味方につけ、浜松市に本社を置く新局の開局を目指した。浜松財界がテレビ局の開局に動いた理由の一つに、テレビの父と呼ばれる高柳健次郎の出身地であることがあった。一方の読売陣営は、 地元静岡新聞社や県業協連、林業団体などを味方につけて、静岡市に本社を置く新曲の開局を目指した。1973年10月5日にチャンネルプランの修正案に、静岡に新しいテレビ局を設置することが盛り込まれてからは、朝日、読売を応援する陣営が次々に開局の申請書を提出するなど、互いに足の引っ張り合いが、 激しさを増し、出口が見えない、泥試合の様相を呈したため、静岡県知事や県議会も介入せざるを得なくなり、結果として、朝日陣営が静岡に本社を置き、読売陣営がこれに協力する形をひとまず取る、こととして、静岡県民放送が、クロスネットの形で開局することとなった。なお、翌1979年の静岡第一テレビの開局により、 このクロスネットは1年で終了する。ちなみに、静岡第一テレビ開局までは、静岡県民放送に第二事業本部という部署が存在した。名目上は、第三、第四局共通の問題に当たるための部署として設置されたが、実際には、静岡第一テレビの開局準備が、主な業務で、静岡第一テレビ開局と同時に廃止された。 この一件を契機として、まず相乗りで新曲を開局させ、そのつぼねの経営が軌道に乗ったところで別途新曲を開局させて、たもはかつ開局手法が、以降開局の長野県のテレビ新州をはじめとして、朝日、読売両グループ間で多く行われたが、その発端は、この静岡県民放送開局に至る一連の流れであり、この手法は、静岡方式とも呼ばれていた。 自社制作番組報道、情報、とびっきり。静岡関連、姉妹、シリーズ番組スポーツバラエティその他、テレビ朝日系地座ネット番組制作局の表記のない、ものはテレビ朝日制作。遅れ日数は一部を除き、すべて2021年4月時点での日数。放送時間については日によって異なる場合がある。 その他の番組他系列の番組テレビ東京系の番組テレビ東京系列の番組は過去には多く放送していたが近年では自社制作番組の増加などにより減少傾向にある現在毎週レギュラー放送されている番組はポケモンの家集まるのみ自社制作番組静岡県民テレビ時代に放送していたテレビ朝日系の番組の番組は 現在の静岡朝日テレビになってからもしばらくネットしていたもの。また、の番組については、現在も放送中。テレビ、東京系列の番組制作局の表記のない番組は、テレビ、東京制作。その他の番組、静岡第一テレビ開局まで放送していた、日本テレビ系の番組リモコンキー ID5。 テレビ朝日系列のリモコンキー i d 地図チューブ西部東部伊豆2011年7月24日廃止時点男性女性男性女性情報カメラを財政のテレビ局としては比較的早くから設置していた。静岡朝日テレビ20年史によると開局5周年記念事業の一つとして1983年に静岡ターミナルホテルの屋上に設置された。 同ホテルの開業に合わせて稼働できるよう、ホテル側と交渉を進めていたといい、同年9月12日に運用を開始した。財政テレビ局としては、静岡放送についでに例目の設置となった。なお、比較的早い時期に、情報カメラを設置したのは、東海地震対策であったという。この情報カメラは、ハイビジョン対応への改修を経て、2019年7月時点でも、 同じ場所で運用を続けている。現在は使用されておらず、テレビ朝日系列では唯一正式なマスコットキャラが存在しない。以前のマスコットキャラクターはプライズ機をモチーフにしたここ丸。2010年4月からは黒いキャラクターのデビマルも登場した。この2体のキャラクターは2020年3月31日に使用を終了している。その後、 前述の通り社屋に飾られてたイラストや同局の報道機、キャラクター紹介ページなども順次撤去、削除されていった。初代はケツァールという鳥をモチーフにしたアーサーで1993年10月1日の社名変更時に制定した。アーサーのデザインはイラストレーターの酒井永年。若手社員たちが新規プロジェクトとして始めたインターネットテレビ局で、 2015年1月30日に開局したが2020年3月31日終了した。既存のテレビ局に対する反逆をキーワードとしていた。地上波番組の見逃し配信のほか、オリジナル番組の配信も行っていた。A マッソのゲラニチョビは、静岡朝日テレビでも一部放送されたほか、A マッソと霜降り明星による地上波番組、 霜降りエマッソ笑いの修学旅行が2回放送された。霜降り明星のパパユパユパユは地上波番組霜降り明星のアテミナゲにリニューアルされ2019年4月より放送開始。現在も TVer 等でエリア外に向けネット配信されているサンセット部に関するカテゴリーありがとうございます。